トゥパンダクティルス・トゥーパンダクトラス、トゥパンの指の意味。トゥパンとは、トゥピ族の雷神のことは、ブラジルのクラトルイソーの白秋前期から知られる、翼竜類の属の一つ。骨質の部分と軟組織の部分とからなる巨大な、頭骨のトサカが特徴である。トゥパンダクティルス族にはおそらく2種が含まれ、両者は体サイズとクレストの形状が異なる。は、大の鮮やかな口ばしのように、 仲間に対する信号やディスプレイに用いられたと思われる。トゥパンダクティルスのト坂は、糞の上に発達していた半円形の部分と模式種であるトゥパンダクティルス・インペラトル・ティ・インペラトルの場合では、後頭部へ向かって伸びる骨製の分子から構成される。第二の種であるトゥパンダクティルス・ナビガンス・ティ・ナビガンズには、その分子構造がなく、クレストがより垂直である。 軟組織の印象化石から、その土かの骨質粒は、ケラチン質からなる構造でさらに大きく、拡大されていたことがわかっている。ナビガンスダネの完全な土カは、頭骨の残りの部分の上を、高く鋭い穂のようなドームで折っていた。タペアラインペラトルとして知られていた種は、現在は、本属の模式種として扱われている。T インペラトル復元図。 トゥパンダクティルス・インペラトルは4つのほぼ完全な頭骨によって知られる。ホロタイプは MCT1622R でクラトルイソで発見された部分的な化学骨を含む頭骨である。年代はアプチアン・アルビアン約1億1200万年前と思われる。これは最初はタペアラの種として記載されたが後の調査で独自の属が設立された。頭骨は 歯がなく、気部のみが骨質である顕著な指定量を備える。土坂の正面から高い骨質の差が、髪型後ろ向きに伸びる。そして土坂後部には骨質の分子が後頭部から後ろ向きに伸びる。土坂の大部分はケラチン質と思われる軟組織からなり、2本の骨の支柱によって支えられている。追加の頭骨 CP か3590が2011年に記載された。 この標本は化学骨をよりよく保存しており、インペラトル種にはタッペヤラと同様に化学先端下部に上顎と非対称のキール状クレストを有していたことが分かっている。いくつかのトゥパンダクティルスの標本は顎の先にケラチン質のくちばしの痕跡を残している。しかしながらこれは下顎の突起部に限定されていた。そのような標本の一つにはさらに下顎を覆う。 単純なウじの繊維を保存しているものがある。トゥーパンダクトラス・インペラトルの生態復元図、ティ・インペラトル CP か3592006年の、初めにケルナーとカンポスをはじめとする研究者たちは、タッペヤラ属として記載された3種が、解剖学的構造及び他のタッペヤラ類との関係の両方において、実際に和属レベルで違っており、 新しい俗名をつける必要があると結論づけた。しかし、種の分割方法については多くの異論がある。ケルナーとカンポスはまずインペラトル種のみを考慮し、トゥパンダクテルスを命名した。しかし、アンウィンとマーティルが2007年に発表した別の研究では、以前はタペアラに割り当てられていたナビガンス種は、実際にはタペアラインペラトルと最も近煙であり。 タペヤラと分けて、新しい族に分類すべきと結論付けられた。2007年には、有名な研究者、ペーター・ベルンホファーを称えるシンポジウムで、ベルンホファーの防災イングリッドに、懸命して、アンウィンラは、新しい族名を、イングリディア・イングリディアとした。しかし彼らは2007年の論文でこの学名を、公表したとき、この族の模式種として、 ナビガンスではなくインペラトルを指定した上でナビガンスもこの属に含まれるとした。さらにアン・ウィンラーの論文はケルナーとカンポスの似た内容の論文の発表の数ヶ月後まで公開されなかった。したがって両方の記載者が模式種としてインペラトルを使用したのでイングリディアはトゥパンダクティルスのジュニアシノニムとみなされる。 ナビガンスダネはしばらくの間手をつけられなかったが2007年のアンウィンラの結論を指示した後の2011年の研究でトゥパンダクティルス族として正式に再分類された。上からタペジャラ・ウェルンホファリー、トゥーパンダクトラス・ナビガンズ、そしてトゥーパンダクトラス・インペラトルの復元追加は2014年のアンドレスラによる分析に基づくクラドグラム。 ティーナビガンズの復元図テキサス工科大学の古生物学者シャンカール・チャタジー、フロリダ大学の航空技術者リック・リンド、彼らの学生であるアンディギデオンとブライアンド・バーツを含む研究チームはこの抑留の物理学的かつ生物学的特徴を模倣しオリジナルと同様に飛行するだけでなく歩行や保証も行う無人航空機を開発しようと努めている。 頭部にある巨大で薄く方向だのような穂は、現代の航空機におけるフライトコンピュータと似たような機能を持った感覚機関として働き、この動物の飛行機動性にも貢献した。この動物はコウモリと鳥の良いところを合わせ持つとチャカジーは言う。彼らはコウモリの機動性を持ちながらアホウドリのように滑空することもできた。 原生の動物でこの動物の貧瘍性と能力に非権しうるものはない。彼らは1億6千万年にわたって生存し続けたのだから、ノロマな動物ではなかった。空は彼らの群れによって暗くなったであろう。彼らは当時の飛行動物として支配的な地位にいた。我々は彼らが実際に太陽を超えられるほど長時間風に乗って保証することができたことを明らかにした。彼らは このように翼を広げることにより、水上を進むンと同じようなやり方で、ほんのわずかな風さえも利用することができた。彼らはほとんど努力せずに素早く離陸し、長距離を飛行することができたしかし、この研究の正確さについてはこれからも議論が必要である。タペヤラカはきじめの鳥類の滑空能力と同じ、程度の短い翼を持ち、そのような翼は、 地上生生活やよじ登るような行動様式に適応したものである。さらに加えて、トサカの航空力学的機能については、一切の証拠が認められておらず、チャタジーは一見したところこれらの推論に対する、最近の航空力学的研究を無視している。ありがとうございます。